はいおはようございます8月6日日曜日8時現在の台風5号の最新情報をお知らせしたいと思いますまたねコーが変わりました今日最新のやつを更新しましたのでそちらの進路情報をお見せしたいと思います刻々と変わりますんでね えー、最新情報版をお見るようにしてください。そういったわけで台風5号少し勢力が落ちましたで九州のお影響もお宮崎県の方と鹿児島以外はあだいぶね えー、最初の影響よりは少なくなってきたと思いますでも十分な注意が必要なんで今後の台風5号の詳しい、えー、進路情報 並びに気象庁による台風情報に耳を傾けてくださいそういったわけで見ていきたいと思います現在8時の台風の衛星画像です左側が google アースです拡大しますはい、えー、昨日見た映像より台風の渦の がもう台風の目がね小さくなってきて、えー、台風がちょっと一回り小さくなったような感じがします。えー、九州北部にも今のところ現在雲はかかっておりません。はい、えー、四国に近づいておりますね、えー、上陸の予定震度とかを後で見たいと思います。これが Google Earth です。 で、えー、ひまわり8号の映像を見せます。はい、えー、これがひまわり8号の現在、えー、7時15分現在の映像です、えー。もう少し拡大しますね。はい、えー、今、現在地、ここにあります。非常に鮮明に映っております。もう一個拡大できますかね。 はい、えー、これがひまわり八、えー、号が捉えた七時十五分現在の台風の雲の様子です、えー、ほとんど目,もう目はねくっきりしておりません少しばらけてきております、えー、勢力が若干弱まって、はいえー、進行しております、えー、四国、えー、鹿児島かすめてですね四国方向に上陸の予定となっております えー、このままいきますとこういう進路を取るそうです。えー、今、カスホールで動かしてますけどあと、はいえー、でウィンディティで見せますのでこういった具合に、えー、台風8号の様子をリアルタイムの映像で見ることができます。7時15分のひまわり8号、えー、2017年8月6日7時15分現在のひまわり8号の映像です。 はい、もう少し進めてみますかね。時間が過ぎたんで、あちょっと暗いですね。もう少し遅らせますね、はいえー5時。5時は暗いですね。まだ映像が送ってきてません。はいえー、6時50分の映像、はいえー。6時50分の映像がこれですね。もう少し進めますか。7時20分の映像ですね。これもっと新しいのあるかな。 ここまでですね、7時20分の映像が一番新しいですね、これが今入っている一番新しいひまわり8号の台風情報の様子です。はい、では、ね、続いいでね続て 続いて、ウィンディティ見ていきたいと思います。ウィンディティを立ち上げます。はい、ウィンディティの画面に切り替えました、はい。こちらが最新情報ですね。ウィンディティの画面に切り替えました。はい、今後の進路をご紹介します。さあ現在地、ここですね。 え現在地ここになっております。はい。えー、今後の進路をお見せしたいと思います。ちょっと拡大しすぎましたのでこれぐらいでいきますね。大きめで。はい。スタートします。日曜日の十一時十二時十三十四時十五時十六時十七時です。十九時日曜日の十九時二十二時二十三時月曜日入りました。月曜日の三時四時明け方の六時。はい。 ストップします、えー、大体月曜日7日の8時の四国に上陸ですね、ここですね、えー、これ、すくもですかね、すくも、この辺に、えー、上陸します。えー、で、えー、今後もね、この後の進路もお見せします。えー、今後、明日のこれがですね、朝ですよ。 月曜日7日8時の位置です。えー、かなりね、えー、東に行きましたね。は、え、じ、ー、め西寄りだったんですけど、ここを通る予定だったんですけど、かなり、えー、東寄りというかね、太平洋側寄りになりました。今後の進路情報にさら、えー、に見てくださいね。じゃあ、動かします。 これで十二時です。十四時、七時のこれが四時です。月曜日七日四時夕方四時の位置です瀬戸内海に、えー、まあ台風の目が入ろうとしております。で岡山を通ってはい、えー、神戸の方向ですねで抜けていきます。 はい、こんな風になります。今度はちょっと縮尺で見て終わりたいと思います。台風情報をもう一度見て終わりたいと思います。えー、現在位置がここです。いきます。えー、これで縮尺、これぐらいでいいと思いますね。はい、あとは僕の解説は抜きで見てください。では はいそういったわけで台風5号の進路予想でしたそういったわけで、えー、終わりたいと思います、えー、十分にね台風にはあ皆さん、えー、注意してくださいそういったわけで、えー、台風5号の最新情報を終わりますではまたですさようなら